はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、納屋上陸ですね、になります。はい、まあ結構前から存在自体は知ってまして、まあ使おうかどうしようかなって悩んでたんですけど、まあちょっと前にね、上陸の LO 軸かな、カニを使った LO 軸って回したじゃないですか。それの、まあ殴るバージョンって思っていただければいいのかなと思います。はい、まあこの辺のね、潜伏先とか、まあ今回の、まあ三色トライオームみたいなやつの、フェッチランドですね。から、まあ土地持ってきて、それで上陸たくさん誘発させて勝とうっていうデッキリストになってます。非常にシンプルですね。はい。で、前と違うのは、山火事の精霊だったりとか恐れなきヒナによって、もう最初からぶん殴りに行くプランを取ることですね。はい。まあこの辺のカードとか、まあ山火事の精霊とか恐れなきヒナとか、創発的配列もかな？創発的配列とかね。含めて、まあ全部次の環境で落ちちゃうっていうね、悲しみがあるので、まあぜひ使ってあげようかなということで、はい。フェリダーの撤退とかもね、私もなんかちょこちょこ使えたら使いたいなぐらいの感じではあったんですよ。なんかもっと強いカードがいるせいで使わなかったりとか、まああんまり相性が良くなかったりとかね、そもそも現環境このカードを置かせてくれないとかね、そういうのがあったりとかであんま使ってなかったんですけど、うん、まあ今回ね、この辺のフェッチランドが増えたことによって、まあ非常に強力というにはちょっとあれですけど、まあ戦えるぐらいにはなったのかなと思います。はい、まあこの辺と見事な再生合わせたライフゲインしながら上陸をとんでもない回数誘発させて、火山ドゥのマンモスなり山火事の精霊なりでぶん殴っていくだったりとか、フェリダーの撤退ね、もうとんでもないことする、もしくはバラクートの探検で、バーンダメージを飛ばすみたいな、いろいろできる形で非常に面白いのかなと思います。はい、まあバラクートの探検だったりとか、鏡合いの偶話とかによって手札入れ替えだったりとか、まあリソース補充とかも結構できたりするので、まあそんな悪くなく戦えるんじゃないかなと思います。ちょっとボロサイクルとか苦手なんですけどね。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率的には多分6割7割かな。まあこういう手のデッキにしてはそこそこある方かなと思います。先手後手が結構大事になると思いますね。対戦の方へどうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。森持ってこれますね。ならキープしてもいいかもなーぐらいですかね。うん、まあ森持ってきて汚れなきヒナからでいいんじゃないかなと思います。まあ言うて単色のカードなんでね、余裕で縛られるとは思うんですけど、こっちから入って、圧戦屋、で、圧戦屋から、まあ、何かしら、まあ、森かな、森持ってきて、総括的配列で3つ分ぐらい乗るので、そこで頑張っていくのがいいのかな、ぐらいな印象はありますかね。うん。てか、まあ、これ出した時点で上陸デッキだということはバレてるので、予言でしょ？まあ、こっちから入るんですけど、まあ森、総括的配列は殺されても一切問題はないので、がっつり置いていきましょう。まあ結局土地落とされたとしてもね、余裕で見事な再生から復活するんで、このデッキどんどん殴っていきましょう。いやでもトークンだったらシュタルンハイムの解放なんですよね。うん、トークンならほぼシュタルンハイムの解放で見ても一切問題はない気もしますね。うん、まあ殴ってきたらほぼシュタルンハイムがブームスカルで問題ないと思います。うん、ブーム一旦見事な再生打つのも手かなという気はありますが、ヒナ引けたならこっちからでいいですね。うん、平地をもう一枚持っていきたいとこではありますかね。そうですね、さっき一枚墓地に送られちゃったんでね。うん、打点としては相当高くなるとは思うのですが、先にレント7番を置きたいかなという気持ちもありますね。うん、消失の宿を打ってほしいとこではあったんですが、まあ進む限り、まあまあまあいいでしょう。うん、そんなに悪い状態ではないです、レン7。消失の宿とかは多分レント7番に打ってくれるんですが、ドゥームスカール入りなんでね、特別入っててもおかしくないかなぐらいなので、できればレン7ちょっと残しときたい気持ちもありますかね、これは。うん、バラクートって確か1点だよね。うん、その枚数に等しい点数だから1点ですよね。なんでこれは7マナぐらいのタイミングか、まあ、見事な再生が2枚あるので、
そんなに変なタイミングでは打たなくても大丈夫だとは思うんですけど。うん。これってさ、対戦相手だけだよね。あ、落とされますね。非常にめんどくさいことになるので、早めに動いたら動いたかなという気もしますね。まあ、バラクーと、土地置いて、お、じゃあこれはマンモスまで置いて、66殴っていいと思います。殴りましょう。うん。まあ、ブームスカール内何なりの飛んできても大丈夫なのと、食肉鍵は間に合ってないんですよ。うん。食肉鍵だけは間に合ってないので、てか、これ相手盤面なんとかしない限りはリーサルになり得るんで、なり得るか ?1、2、3。5回起動だから、13、あ、なりますね。あ、終わってしまった可能性がある。黒1マナで火山ドゥがこいつなのどっちか脅さなきゃいけないです。まあ、宿があるなら火山ドゥのマンモス落としてなんとかなれますけどね。うん、なさそうな気がしますね。こっちもちゃんとね、イカれたデッキだということを教えてやる必要がありましたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。平地持ってこれるよね。ならキープでいいかな。一応、創発的配列から入って、フェリダーの撤退早起きが強いとは思っているので、まあ、平地から持っていきましょう。平地創発的配列、まあ、緑多めの方が強いですかね、ぐらいの印象です。おい、待って。これ、カニ型じゃない。それが入るデッキは多分カニ型なんですけど、緑引けたんで赤かな。うん。気持ち悪い。山なのに青緑の色がついてるのめちゃくちゃ気持ち悪いですね。こんだけねやってくるの多分カニ一択なんですよ。まあフェリダーの撤退から置くんですけど、フェリダーの撤退、まあグーは置いてアッセン屋でいいかな。総括的配列のこと考えると実はこっちから置いた方がバリューが出る可能性はあるんですけど、うん、これカウンターされに行きます。で多分横並びした方が強いか。そうですね、このタイミングが横並びした方が強そうな気がします。22で、まあ2点火力3点火力あるんですが、まあ普通に横並びで1回は問題ないと思います。勇気も、まあここまではねいつも通りというかいつも通りなので殴りましょう。でこれは盛り捨てでいいかな。そうですね、盛り捨てでも問題なさそうな見事な再生。1、2、3、15点までしか出ないのかな。まあ、ユーテッコで見事な再生切られてるので、そんなに打点自体はいっぱい出るわけではないですね。おっと、お話が変わりましたね。さすがにプラス1の方が強いですね、現状。まあ赤でいいか。11、12、19、まあ19点パンチ入れますかね。エンドで、うん、家の焼き払いぐらいしかない気もするんですけどね。てかカニなんですよ相手のデッキ多分。でターシャとヒディアスラクターとかちょっと思い寄りになるのかな。コストの高い方はそんなに引けてはないので、2発ならなんとか耐えんかな。アレクルーソーンキッカーなら多分耐えてるんで、うん。アレクルーソーンキッカーぐらいなら多分耐えてる。フォグ系統今の環境にないので、
今の環境にフォグ系統のカードはないので、これで勝ったかなと思います。ネットゲーム大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。平地は持ってこれそうか。そうですね、ヒナからスタート、火山ドゥオキ総発的配列とかになりますかね。後手引いてるのがめちゃくちゃに弱いだけで、それ以外はなんとかなる気もせんではないと思います。まあこれは白からでいいかな。バリューだけで見ると緑持ってきてか山火事の方が強いんですけど、結局白土地どっかのタイミングで持ってこないとまずいと思ってるので、バント、まあヒナから置きます。カウンターされたらされたでそんなに問題はないですね。あ、結局、でも結局緑出ないのか。まあまあまあいいでしょう。はい。殴りましょう。まあ次できればフェリダーの撤退あたりを置いていきたいかなぐらいな印象ですね。何もない。まあなら、総発的配列から。まあ緑でいいかな。グーワの方が良かったですかね。多分どっちもありなんですよ。まあグーワの方がメリットはでかかったかな。そうですね、グーワの方がメリットはあったかなとは思います。これ多分これより森取るべきな気がしますけどね。あ、ラグレーダーですか。面白いですね。ほい、2に出します。総発的配列とかは多分どっかのタイミングで破壊されるんですよ。でそこを見事な再生で持っていきたいかなという気がするので、土地をちょっと育てたいかな。そうですね、なんでかっていうと多分これストームジャイアントとか飛んでくるんですよ。ストームジャイアントとか、あとはもうちょっと別のやつとかが飛んでくると思うんですけど、そこに対して土地であるってことめちゃくちゃ強くてですね、なんで土地ゲーをしに仕掛けるのが一番強いと思います。これはまあ一応緑持ってくるかな。プラス1で殴んないです。見事な再生はまだ使いたくないかな。できれば2枚ぐらいをなんとかしてから使いたいかなぐらいですね。なのでもう遅いのは恐れなきヒナだと思うので、ヒナは捨てちゃって問題ないかな。スカイクレイブの亡霊とかも通んないんですよ現状は。正規の番人、あ、こいつ自分のターン前飛んでるわけではないですからね。まあここと、まあちょっともう動けなさそうなんでこっちも捨てますか。まあバラクーとこっち、まあ、プラス1ばらまいてブリンク系統ですかね。まあグアももう1枚出しちゃいますか。まあ殴る意味はあんまりないですね。1点墓地に行ってくれるのは多分相当でかい寄りだと思います。次は多分この森も捨てそうですね。警戒も含めて打点的には向こうもマストブロック要求なんで、あーテレポーテーションか。まあ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 いいでしょう。ラグレーラのブリンクとかは多分今はしないんじゃないかな。聖域の番人な気がしますが、ただこっち別にトランプルとか持ってるわけではないのがちょっと嫌ですかね。縦カウンター食って、アンタップまで多分持ってくるので、まあマストブロックまでは要求できますね。毎ターントークンが2体並んじゃうので、まあパワーが6以上の状態でまあ永久に殴り続けたいかなと思います。いいカード引きましたね。ただ、これは捨てます。一旦捨てます。引いた、ラグレーラのブリンクがちょっと嫌ではあるので一旦これ再生から入りますか。でこれ全部プラス1カウンターでいいと思います。横並びの意味は今はあんまないかなぐらいの印象ですね。
まあ緑、まあプラス1カウンターばらまいて、まあマップブロックは要求し続けてるので、まあもうちょっとだけトークン出してますかね。それならもうちょっとだけトークン出してでいきますか。2、まあ警戒までついてるので総括的配列も相当いけるかな。うん、殴ります。見事な再生、ちょっと打ちたい疑惑ありますかね。うん、4体マス風呂かな。そうですね、4体マス風呂ですね。番人も止めて、うん、まあ盤面自体はそこそこ綺麗にできたと思うので、見事な再生だけはなんか持っときたい気もあるので、恐れなきヒナ出します。まあでも捨てるか。うん、ほい、全体除去系統は多分あんまないので、うん、まあプラス1カウンターばらまきましょう。あんまり全体除去は打てないタイプのデッキだと思ってるんでね、個人的には。うん、産業のタイタンはあんま関係ないか。いや、5点銀がちょっとめんどくさいかな。現状産業のタイタンよりサイズがでかいんで、うん、そこはある程度なんとかなるかなと思います。見事な再生もう1枚来ると多分勝ちですかね。うん、5点銀、聖域の番人も殴れんのじゃないかな。それからラグレーダーで除去してくるはありますよね。うん、まあタイタンもう一回ブリンクしてフェリダーの撤退をなんとか消しとくのもなくはないかなぐらいですか。うん、てか今もう多分コピーするカードいなかったと思うので、あんまり鏡合いの偶は破壊する意味なかったかなと思います。うん、コピーして強いカードが今ないので、フェリダーの撤退じゃないかな、さすがに。うん、さすがにフェリダーの撤退だと思いますね。ここで警戒もう一回ついたら多分ゲーム終わるんで、そうですね、オッケーオッケーオッケー。まあ一旦トップめくって超え大体で投了ですね。1234123212、あ、死んでますね。グッドゲーム、大戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、見ていただいたら分かる通りね、基本的には、まあ、殴り勝つ、山火事の精霊とか、まあ、火山でのマンモスとかで殴り勝つ動きと、あと、フェリダーの撤退使った動きだったりとかで、結構いろんな動きがあって非常に面白いかなと思います。はい。で、まあ、有利不利についてちょっとお話しするんですけど、基本的に赤タマグロ、ボロスアグロは不利がついちゃうんじゃないかなとちょっと思ってます。理由が、まずこっち先手だった場合ですね。先手だった場合は、恐れなきヒナだったりとか、山火事の精霊とかで殴り始めることによって、ある程度戦えるんですよね。はい。ある程度戦えるんですけど、後手引いた時にこっちの敵に除去がないことによって、どうしても押し切られちゃうことが多いのかなと思います。はい。まあそこに関してはどうしようもない部分であるので、まあ赤タンだったりとかボロスターだった時は先手後手芸、控えしていくのがいいのかなと思いますかね。はい。ただ、それ以外のデッキに対しては、フェリダーの撤退が通ったら、そもそも永久にトークン生成したりとか、まあ、一気にサイズが上がったりとかね、して、ある程度戦える印象はあります。はい。それとね、ほんと久々に山火事の精霊先行3ターン目55パンチとかね、552体パンチか、とかやったりとかして、非常に面白かったのかなっていう印象はあります。はい。まあ、今回で、この上陸系統はなくなるんですけど、まあ、見事な再生とこの辺のね、まあ、なんちゃら一家系統の、フェッチランド合わせることによって土地の回数は稼ぐことができるんですよ。はい。なので、まあ、もしかしたらね、次の環境でも土地置いたことでどうこうみたいな、コンボがあるのであれば、この辺の、コンボも非常に強力なのかなと思います。はい。またね、まあ、なんならエクスプローラーとかでも遊ぶこと自体はできるのかなっていう印象があったりとか、まあ、今回結構レア多めなんですけど、火山のマンモスとかね、
まあちょっと使いづらいレア系とは多めなんですが、まあ遊ぶぐらいなら全然いいのかなという思いはあります。今回はなんか土地が安いんでね、うん、今までいつもなんかレア土地 めちゃくちゃ積んでるところは、もうほぼ小物の土地なので、はい、そこら辺は安いんですけど、まあちょっとあんまりやばいのがなくて、どのデッキ組もうか悩んでるって方にはちょっとお勧めしないかなとは思います。まあやろうと思ったらまあ格安デッキとして組めるんですけどね。ただ格安として組むならカニの方が強いので、はい、まあそんなわけで非常に面白いデッキではあると思いますし、今後ともまあ次の環境で上陸は落ちるんですけど、まあ上陸の代わりになる何かしらがあると非常に面白い感じになると思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは